今日ね、ビオトープがある青森随泉郷に来ました。でここに何するかっていうと、山菜を取りに来ました。お店から注文があってね、使いたいってこと でその山菜の名前が水っていうんだけども、別名とどっちが正式名称なんだろうね。多分上場味噌っていうのが正式名称なんだけど、なんか上場味噌って動物も食べるらしいね。あれね、水辺に生えてるんだけども、なんか胃腸の正常作用というか便通が良くなるのかな、そういうので動物も食べるんだけども、まあ、それを取りに行こうと思います。で行く場所はね、随泉郷の、ね、ここのね、ビオトープに水を引いているところの上流歩いていきます。まあすぐ近くなんでね、まあ、その様子もねちょっと撮ってみたいなと思います。でそれ行く前にちょっとねおやつを食べたいなって思います。わかる人はわかると思うんだけども、桑の実です。桑の実ね、俺大好きなんだよね。これね、来るたびに食べたりしてさ、時期になるとね。でも今年なんかね、実のなりが悪いね。さ、ちょっと暗くて見づらいけどもさ、こっちかな。うん、まあ、これはまだ熟してないんだけど、黒くなれば熟してるんだけども、黒いのもちょっとなんか傷んでるし、このなんだろう、これまだこれ死んじゃったのかな、これ白いのね。これ赤くなる前のね状態のまんま進んでない感じがするから、なんかねおかしいね。これは多分かなり早く熟して腐っちゃったやつなんだね。これは食えるかな。うん、食えるね。これね、これ桑の実でさ、まあ英名でマルベリーって言うんだけども、普通に果樹とかで売ってます。これ苗がね、で食べることができるんだけども、まあ、いただきますとやつ。うん、美味しい。これ大好き大好き、本当に大好き。これ食べなきゃね、やっぱ夏初夏がした感じしないんだよね。でこれね、ほら養蚕業、蚕にね、シルクを作る蚕にさ、虫に食べさせる葉っぱだったんだよね。でこのギザギザになってる葉っぱ、切れ込み入ってるのが野生の葉っぱで、こっちね丸いのが品種改良された葉っぱなんだって。丸い方がさ、食べさせるのに無駄がないから、なんかこういう葉っぱを好んで品種改良したらしいのね。まあ、だけどね、品種改良したけど先祖返りして、こういうなんだ、切り込みが生えるものも出てくるんだって。不思議だよね。こうやって戻ったりしてさ、これがこういう風に元に戻ったりさ、不思議だ。でこういうの食べさせて、蚕をシルクをね、養蚕業っていうのが盛んだったんだけど、今はもうやらなくなったよね、どこもね。天皇をやってるのかな、天皇の奥さんか、うん、皇后様になるのか、うん、まあ、そういう風なのに使った葉っぱね。これ実がつくんで美味しいんで、マルベリーの苗とか桑の苗で探せば手に入るんで、育ててみてください。野生のものだとね、このミートってやってもさ、雌雄いかぶらしいんで、オスメスがあるらしいんで、実がつくやつつかないやつがあって、俺つかないのばっかできるんで、やっぱ買った方がいいと思います、これは苗がね。じゃあ水取りに行きたいと思います。この先に川があるんだけども、草すごいな。今足元トカゲ行ったわ。早くてカメラで撮ることできなかったけど、トカゲがいました。ここ歩いて行って、誰か入ってるな、やっぱな。うん、やっぱ吹きとか取ってんだろうな。吹きを切った跡あるな。ここ勝手にね、ここ一応ほら、うわ、入れねえな。建設会社さんの土地になってるんだよ。だ無断で入るのはダメなんだけども、我々はね、わいいは、わいい。許可を取ってんね。許可を取ってとか、むしろお願いされてあそこ管理してるからいいんだけど、そうでない人は勝手に入るんだよね。で、荒らしていって、去年桃盗んでいったりしてさ、頭に来たよね。んで、こっから先だな。こっから先は行きやすいな。クズも生えてるし、草刈りしやまいな、これ。ここさも、クワがある。まだ黒くなり始めだな。こっちの方が。なぁ。このクワって不思議でさ、生えてる場所で味が違うんだよね、全然ね。うん、
まあ、土なのかな。よし、後で食べよう。もうすぐだからさ。よいしょ。このいい山の匂いってさ、植物園のあの、なんか湿ったようなさ、ああいう匂いするんだよね。ほんと、今そういう匂いしてるんだけども、この匂い大好き。いい土ができてるところにしかこういう匂いしないからさ。はぁ、山の匂いっていいね。もうちらほら生えてると思うんだけど、もう見えないな。あったあったあった。よいしょ。これがね、水、上場味噌って言うんだけども、まあ、まだちっちゃいね、こっちはね。まあ、メインはね、この川沿いの中を取ります。さて、取るかな。
美味しい。それでね、水の食べ方なんだけれども、一本ね、例示すんだけども、これ皮むかなきゃいけないのね、皮で剥き方なんだけども、まあ枝はまず取ると。で、こうするとほらピーッと細い皮がね出てくるんで、こういう感じでまずはね、ひとまず剥いていきます、葉っぱごとね。で、上の方で折ります。折るとピーッといくんで、で、これを繰り返して、ちょっとずつ短いものを作りながらね、こうやって繰り返していくと、これだけで皮むけます。ね。で、こうやって、むけたものをね、炒めてもいいし、一番おすすめなのは、ね、水と塩、で、昆布入れて、そこにつけておくの。これを漬物にするのね。水の水物とか言ったりするんだけども、それで生で食べ、生じゃないな。一回火通してだ。さっと湯通しして、水と塩と昆布と入れたところに漬け込んで、まあ一晩、まあ数時間でもいいかな。で食べると美味しいです。青森なんかだと、海のパイナップル、ホヤってやつと一緒にあえてね、一緒に添えて食べたりするんで、結構ね、どこだろう。秋田が一番盛んなのかな、この、取るのでね。で、この水ね、青い水と赤い水があって、これは赤い水ね。根元がこういう風に赤いのが赤水って言って、まあ高級品だよね。って言われてるのね。根元もこういう感じでね、青ければ青水って言うんだけども。大体赤水の方が高級品美味しいって言われてるんで、まあ本当かどうかわかんないけどね、比べたことないし、俺行くとこは全部赤水なんでね。で、とりあえずね、こういう食べるものあるんで、これ青森の場合だと、雪が降るまで取って食べれるんでね。もしね、近くに生えてるところがあったら、取って食べてみてください。